お世話になります。一人でございます。今作のスカバイでは、交換するときに、ちょっと今やってみますけど、マジカル交換、初めてやるわ。はい、これで、はい、マジカル交換。はい、すると、これ、PV でもあったと思うんですけど、はい、交換して、かなり印象的だったと思うんですけど、こういう空に行くんですよね。空に消えてって、ピカンってなって、こういう風になると。これかなり PV でもやったら強調されてて、すごい印象に残るような内容だと思うんですよね。じゃあこれ部屋とか洞窟の中で空がないところでやったらどうなるんでしょうか。気になりますよねってか私が気になります。まあ多分気になってるのは私だけだと思いますけど、ちょっとやりたいなと思います。なのでちょっとね、自分家でやりたいと思います、どうせなら。ちなみにポケモンリーグとかのとこではできませんでした。エリアゼロとかも、交換しようとしたんですけど、そもそもポケポータルが効かなくてできませんでした。なので、まあ、ここでやってみますと。まあ、そもそもできんの？あ、できないんだ。ポケポータル使用できないんだ、家だと。あ、そもそもそうなんだ。それと同じ仕様になっちゃってんだ。なるほどね。早検証。じゃあこの灯台は？灯台はどうなの？マジカル交換。今作なんか面白い仕様だね、マジカル交換。この間に色々できるんだ。なんか。あ、ここまで行かないといけないのね、いちいち。もう一回押さないといけないんだ、ま、はい、ここで、できんの？はい、交換で。うわ、貫通するんだ。貫通しちゃうんだ。いや、してもおかしくはないんだけど、別に。おお、そっから来るんだ。いやー、これ結構目玉な要素っていうかさ、PV ではね。やたらなんか、空から降ってきますような印象的なやつだったんで。いや、マジか。そういうパターンか。じゃあ、洞窟も一緒かな、やっぱり。一応洞窟でもやってみましょうか。この最初の洞窟なんか行く機会ないと思いますから、今回この検証のために行きましょう。はい、洞窟の、ここ入ってやるか。ここ入って、すごいこの、ここでやろう。はい、ポケポータル、できんだ。はい、どうなる？もう分かってんだけど答えは。さっき見たから。いけー！うわー、やっぱ突っ切るんだ。こんな分厚い壁も。あ、にゃおはちゃん地味にいいじゃん。結構良くないか。そこがポイントじゃないんだけど。しかもなんか一瞬ニャオハのでっけえ顔が今映ったよね。なんかさっきから思ったんだけど、ちょっとまあこういう風になると、だから何っていう話なんだけど、じゃああれジム内はできんのかな。まあ、洞窟で空を飛べる時点でちょっとおかしいんだけど、まあ、私たちユーザーにとってありがたい仕様なんだけどね。はい、ジムに入って、やっぱジムもできないかね。ポケポータル行け。ああ、できないんだ。ここはすげえ電波がめちゃくちゃ悪いってことなのかな、やっぱ。こういうとこ入れんだっけ？あ、入れた、入れた。ここももちろん、また Y 押しちゃった。ここも、もちろんできない、ね。あ、できないか。氷っぽでか。ということなんで、交換する場所には十分お気をつけください。